プアンがいるというような形で有力選手が、ね、A グループに偏った感じだったですね。ですからもうジャッジする方ももう日本選手3人もいてこれは困ったなと大変だったですね。ちょっともう冷や汗かきながらやりました。結果の方は荒川選手が1位、安藤が2位、クワンが3位、そしてスムリ選手が8位でしたね。そうですね。これあの先ほど言いましたようにね、前年度の成績で振り分け AB に分けていく、それと同時に初めての人はアルファベット順で分かれていくっていう形になりましたから、まあ、その中でスムリ選手はですね、そのミスも多少あったんですがそんな悪い出来じゃなかった、はい、だけど滑走順が1番という不運があってですね、こういう結果になってしまった。でショートが13番目のスタートなんて考えられない結果ですね。そうですよね。前年とその前の年第3位になった選手です。このショートプログラムではグループ3の1番滑走という形でした。日本の23歳スムリ・フミエです。まあ、あの41人からの選手になるとですね、はい、やっぱりあのジャッジの方もね、点出すときに早いところにいい点を出すっていうのものすごく勇気がいるんですよね。その辺でね、あの大変損した部分があると思います。最初のルッツコンビネーションですね、トリプルダブル非常に落ち着いて飛んでますね。あのスケートがよく滑ってます。ステップからのトリプルジャンプ、フリップジャンプです。非常に安定してます。まあ、あの強いて言えばあの飛ぶ前のステップがちょっと長いかな、待ってるかなっていうところでマークされるかもしれません。このフライキャメラはホワインサイドで回ってますね。これは非常にもう技術的に高いもので、その辺はジャッジがちゃんと見ていると思います。必ず1回の足換えてですね、3回のポジションがなきゃいけない、まあ、これはもう暮らしですね。最後のジャンプ、ダブルアクセル、サーキュラーステップですね。非常に難しいフットワークですね。ストロークが一つずつ伸びてますから、とてもいいステップですね。スピンコンビネーション、もう最初のスピンでもう3つのポジションがありますから問題ありませんですね。2分40秒の演技が終了しました。なかなかいい出来でしたよね。いや、素晴らしいと思いますね。はい、あの強いて言えばあの問題になる部分というとですね、ルッツが、コンビネーションのところなんですが、はい、インサイドにその辺をジャッジがですね、はい、見るとであの減点の対象になってしまうんですね。だから、まあ、厳しいジャッジだとですね、まあ、特に競争相手なんかそうなんですけどね、はい、あの0.1 の減点、それとステップをからのジャンプのところでですね 0.1 の減点っていうような形で最大限 0.2 の減点をされる可能性はあるんですね、はい、ですけれどあのジャッジの立ってあの座ってる場所によってですね、アウトエッジかインエッジかっていうのはすごく分かりづらい部分があるんですよね。だからやっぱりジャッジはあの先入観でジャッジしちゃいけませんので、その時の状態がどうだったかっていう形でやんなきゃいけないわけですね。だから確信が持てない時は減点すべきじゃないんですけどね、でもどうしてもそういうところを見る人がいますんでね。これがルーツのところですね。ちょっとやっぱり危ないところですね。
もう彼女のルッツの飛び方っていうのはアウトエッジをずっとキープしててですね、はい、最後の瞬間だけにそう変わったとしてもそれだけですから、本当は一番難しい飛び方なんですよね、最近ただストレートで来て瞬間的にアウトサイドに入れるっていう人が多いんです、はい、その時は体の状態がですねリバースの動きじゃないわけですね。なるほど。そうするとフリップと同じような動きですから、技術的には優しいわけなんですよ。彼女の飛び方の方が技術的に難しい飛び方をして、その辺もやっぱりジャッジは見なければいけないわけなんですね、はい、スピンは素晴らしいし、予選の時のですね、ミスが、細かいミスですけれどもあって、精神的にどうかなと思ったんですけど、やっぱりさすがですね。今シーズンはグランプリファイナルで優勝しました。彼女のプレゼンテーションはもう定評がありますからね。そうですよね。やっぱり彼女は滑るとですね、姿勢まで良くなるんですよね。あ、そうですね。それで表情から体全体からもう出てくるのがあるんですね、日本の選手としては非常にその珍しい形の選手。これでも点数を抑えられてますね。そうなんですよね、やはり滑走順ということがありますかね、そうですね、後ろにやっぱり優秀な選手が揃ってますからね。